がとう。良太郎さんがそう言ってくれてほっとした。ねえ良太郎さん、良太郎さんも。私だけ一方的に恥ずかしい思いをして変態になるのは不平等でしょ。良太郎さんも変態になっちゃえばいいんだよ。ま、準備はこんなもんか。別に旅行に行くわけでもないしな。はあ、ねえトール、本当に私も一緒に行かなきゃダメ？別に嫌なら行かなくてもいいんじゃね。絶対に顔出しに来いって言われてないし。お父さんもお母さんもせっかく夫婦水入らずで暮らしてるんだし、邪魔しない方がよくない？単にお前が行くの面倒なだけだろ。俺はこの家を預かってる立場だからな、ちゃんと報告しに行かなきゃと思ってるけど。どうする、良太郎も来るか？前からは土産も預かってるしな。気になるなら後で電話して挨拶でもすればいいさ。君は数日でも良太郎お兄ちゃんと離れるのが嫌なんだよな。何を言ってるのかな、トール。まあ事実ではあるけど、分かった。予定通り私も一緒に行くよ。んじゃちょっくら行ってくるわ。家のことは任せたからな。良太郎さん、
来るね。私だけ先に帰ってきたから。あ、やっぱりカップ麺とか食べてる。良太郎さんも一人になるとダメだね。